ムクドリは群れで暮らしていました。一日中騒がしくて、自分の考えは聞こえませんでした。ずっとそんな風でした。ところが、ある夜、あることが起きたのです。一羽のムクドリが目を覚ますと、暗くて静かで、自分の考えが聞こえてきたのです。僕はムクドリのヘンリーだ、と考えていたのです。あ、僕は考えている、とヘンリーは思いました。